今回はこちらのアウトランダー PHEV にレカロのエルゴメド MV というシートの装着を行った際の模様を動画にまとめていました。こちらのお客様には9年前にもデリカ D5 でレカロをお求めいただいた経緯がございます。ちょっとかけてみて。はい。でアクセルのところに足を持ってってみてください。シート前出しようかな。股の間から。仮止めですよね。今仮止めです。仮止めです。股の間にレバーがあります。パワーシートに慣れちゃってるから。やっぱ寝てた方がなってから。そんな感じですかね。あ、いい感じいい感じで、調整しろありますので前も後ろもいじれますね。前を上げたり下げたり後ろを上げたりということができます。いやいや、めちゃくちゃいいですか。めちゃくちゃいい。ここの横横ではいはい、でここ広いし。ということで、無事に作業は終了いたしました。電動シートをお部屋で、一部使用するためのアジャストなども行ってみました。遠方からいつもありがたく思います。何かあったらまたご連絡いただければ、座面の高さ角度などの再調整も承りますので、ご遠慮なくどうぞ。